ナイジェリアはイギリス海軍の軽事二要艦。フィジー級。1938年2月8日に寄港。1939年7月18日に浸水し。1940年9月23日に浸航した。1941年3月、ナイジェリアはノルウェーのロフォーテン諸島襲撃に参加した。同月、戦艦、ロドニー。 キング・ジョージ5世位、ネルソン及び駆逐艦2隻と共に、ドイツの巡洋戦艦阻止を目的として、アイスランド沖で紹介に当たった。6月28日、ナイジェリアは駆逐艦3隻と共にヤンマイエンジマ沖で、ドイツの気象観測船ラウエンブルクを攻撃した。7月31日、軽巡洋艦オーロラ、駆逐艦2隻と共に、スピッツベルゲン島を偵察。 8月後半から9月初めにかけて、ゴーントレット作戦に参加する。この作戦は、スピッツベルゲン島から、ノルウェー人とロシア人を脱出させ、そこの施設を破壊するのが目的であった。9月7日、ナイジェリアと軽巡洋艦オーロラは、マーゲロイ島とノールキン岬の間で2隻の輸送船と護衛である、砲術練習艦グレムゼなどからなる船団を攻撃し、 ブレムゼを撃沈するが、輸送船は取り逃がした。またこの戦闘中におそらくナイジェリアは、ブレムゼと衝突している。1942年前半は、北極海での戦団の支援に当たっていた。イタリア潜水艦からの魚雷攻撃を受けたナイジェリア。1942年8月、ナイジェリアはペデスタル作戦に参加したが、この作戦中の8月12日に、 イタリアの潜水艦アクシムの来撃で中破した。この修理はアメリカで行われ、1943年6月まで要した。1944年4月、インドネシアのサバンに対する空襲、コックピット作戦に参加する。5月、スラバヤに対する空襲、トランサム作戦に参加。6月、ニコバル諸島に対する空襲、ペダル作戦に参加した。 1945年1月、チェドバ島上陸作戦、サンキ1作戦に参加する。7月、ニコバル諸島周辺の総会を支援した。1954年にインドへの売却が公表され、回収の後ナイジェリアは1957年8月29日にインド海軍に引き渡され、マイソールと改名された。ありがとうございます。